Only one single photo sometimes can be the key to solving a huge mystery. The picture taken when Ms. Wise-Lucky came to my seminar solved the huge mystery of Apollo 11 and Apollo 13.たった一枚の写真が巨大な謎を解く鍵となることがあります。鈴木 Y さんが私のセミナーにおいでになるときに撮った写真がアポロ11号とアポロ13号の謎を解いてくれました。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。話を先に進める前にですね、一つ皆さんに確認しておいていただきたいことがあります。当日鈴木 Y さんはですね、ご自宅から岐阜市の勉強会においでになる時にですね、信号待ちをしている短時間の間に3枚の写真を撮られました。その3枚の写真というのは今皆さんに右側にご覧いただいている写真です。 A、B、Cと記号を振っておきました。その A、B、C を見ていただいてですね、その写真の中の一番右側の、その物体に注意していただきたいと思うんですけども、最初1枚目は、ですね、1個なんですよね。ところが次の瞬間にはそれが4個に分離しているという点です。ちょっと見にくいかもしれませんけども、ということはですね、これはフロントガラスの5ミリはないということになるのではないでしょうか。ということで私はこれはフロントガラスのゴミではないと判断しました。つまりですね、もしフロントガラスのゴミなどであるならばですね、最初一番上の写真で点が1つですよね。で、この B を見ていただくと分かるんですけども、それが2個2個4個に分離しているわけです。そして次に、その連続性を持ってその C へと行くわけですけども、もしゴミであるようなら、ですね、このように分離するということはありえないということですね。しかもですね、その分離の仕方が左側、8個と同じような分離の仕方をしているということなんですよね。ですから一番右のこの物体はですね、ホコリ、ゴミ、フロントガラスの傷などではないということです。つまりこの物体はですね、全体として空中に浮かんでいたのをですね、鈴木 Y さんが車の中から捉えたということになるというように私は判断しました。もう一度 A と B と C を見比べてみてください。最初は1個だったのがニコニコに分離し、さらにニコニコに分離しているということです。A movie critic writes about the movie First Man, which is coming very soon to our theater in February 2019, as follows. First Man uses a personal focus to fuel a look back at a pivotal moment in human history and takes audiences on a soaring dramatic journey along the way.Neil Armstrong himself stated in October 1999, however, like this, though he mentioned nothing about the Apollo 11 mission. We have no proof, but if we extrapolate based on the best information we have available to us, we have to come to the conclusion that other life probably exists out there andPerhaps in many places. What is then the Apollo 11 mission for human beings? 2019年の2月に First Man という映画が封切られます。ニール・アームストロング個人の伝記のような映画だそうですけども、大変楽しみにしています。で、そのニール・アームストロングは1999年10月に次のような証言をしています。
証拠はありませんが、私たちが入手可能な最高の情報による推測によれば、次のような結論に達しています。つまり他の知的生命体がそこかしこ多くの場所に存在しています。と、あのアポロ11号ミッションは人間のために何であったのか、もう一度考えてみたいと思います。広志林浜松セリージャパン。私の動画の中で繰り返し取り上げてきましたアポロ11号ミッション、そしてその謎ですが、私が得た結論は次のようなものです。確かにアポロ11号ミッションは存在した。そして3人の宇宙飛行士が月に向かった。2人の宇宙飛行士が月面に降り立った。これは事実のようですが、同時に万が一の場合に備えて別のところで、つまりスタジオでアポロ11号の偽ミッションが作られていたということですね。ここで言う万が一というのは、つまりアポロ11号ミッションに何らかの不都合な事実、あるいは事態が起きた場合ということになりますが、その中の一つがアポロ11号の乗組員たちが月面に降り立った時に、つまりその周囲にエイリアンのクラフトがたくさん現れる場合も想定していたそうです。スティーブン・ M ・グリアー博士は辞書アン・アクノレジッドの中でそのように書いていますが、実際そのような場面にどうやら遭遇したようです。そこでスタジオ撮影されていた別の、映画をですね、捏造映画を随所に挿入してその場面を、言うなればごまかしたということになります。
で、次の、今度は、11号、アポロ11号のオルドリンが、目撃して、それをカメラに収めた UFO です。あ、そこで見たものは見たと、オルドリンもそう言っています。3倍、これはスローです。ブレが激しいというのは、当時はね、まだ、ビデオカメラもデジタルカメラもない時代でした。で、これを、オールドリンは、何かと、まあ、指令センターに連絡して、ミッションコントロールに連絡してるわけです。これは鳥ではありませんね、宇宙ですから。もちろん飛行機でもありません。ヘリコプターでもありませんね。風船でもありませんね。地上であれば風船説が生まれたと思います。もちろんドローンは1969年にはまだありませんでした。もちろん、と、これはね、いわゆるそのフィルムカメラで撮った写真ですから、インターレースではありません。で、もう一度見てください。これがオリジナルの速さの動画です。バズ・オルドリンが撮った動画ということになります。かなり至近距離にあるということですね。そして、ニコの球体用のUFO がくっついているということです。まあ、それについてですね、アメリカでは、ドクターの肩書きを持つ方が堂々とそれについて論じています。About, the object reported by the Apollo 11 crew. It was obviously an unidentified flying object, but such objects were not uncommon. もう一度お聞きください。About, the object reported by the Apollo 11 crew. It was obviously an unidentifiedflying object, but such objects were not uncommon. もう一度お聞きください。About, the object reported by the Apollo 11 crew. It was obviously an unidentified flying object, but such objects were not uncommon.
何もこうした UFO は珍しくない、珍しくないというのです。で、そのバズ・オドリンがですね、撮ってきた動画と右下の中津川上空で撮られた写真を、まあ、比較してみていただきたいと思うんですけども、要するにクラゲ型ではないかということですよね。バズ・オドリンの撮った、まあ、動画のもですね、やはりこう、半球形のものがあってですね、その下に何かしらこう、まあ、時々ヒゲのようなものが見えるということですね。つまりクラゲ型だということです。まあ、こうしてですね、たった一枚の写真なんですけども、アポロ11号、13号とつながっていくわけです。アポロ13号についてはですね、これに続いてそれを皆さんに紹介しますけども、たった一枚の写真がですね、このように宇宙とつながっている、いたということになります。Evidence Arena, a website in France, writes about the Apollo 13 mission as follows. The questions are so many, but to see these images we can guess and something and certainly take note that up there, surely, the Apollo 13 astronauts were not alone.フランスのエビデンザリエナウェブサイトは次のように書いています。アポロ13号ミッションについては疑問は多いが、これらの写真を見たところいろいろ考えられるが、ただ一つはっきりしていることは、そこにいたのはアポロ13号の宇宙船の3人だけではなかったということである。広島市浜松市ジャパン。エビデンザリエナウェブサイトは次のように書いています。アポロ13号計画はアポロ11号12号に続いて第3回目の月面着陸を目的としたアポロ計画であった。1970年の4月11日にその月面ミッションはフロリダのケネディ宇宙センターにて発射されたが、その発射から2日と半分経ったところで酸素タンクが爆発し、月面着陸はキャンセルされた。その爆発により宇宙船そのものが激しく損傷を受けたため、3人の宇宙飛行士たちは月面着陸船のアクエリアスへ移動し、月面に着陸するための手段として使われる予定だった宇宙船を機関船として使用せざるを得なくなった。船内の熱がなくなる、飲み水が不足する、二酸化炭素除去装置の修理をしなければならないなどのかなりの困難にもかかわらず、宇宙飛行士たちは4月1日、地球に帰還した。YouTube の利用者が NASA の記録写真の中から興味深い写真を見つけた。それにはアポロ13号の近くを飛んでいる未確認飛行物体が示されていた。ここにその写真の出どころを明記しておくが、その物体を見るためには明度を上げ画像を明るくする必要がある。以下が NASA の公式画像である。画像8528ストリートキャップ1による撮影写真。
ここにお見せするのはアポロ13号宇宙船の周りに位置する人工物に見える物体である。このサイトのスコット・ワリングによれば、エイリアンの宇宙船は何か必要なことがあれば割り込んでくることができる範囲でアポロ13号の近くを飛行しているように見えるとのことである。次の写真の中ではもう一機の光る物体の前面に固体の物体を見ることができる。この物体はアポロ13号に事故を引き起こした謎の物体なのだろうか。アポロ13号の真のミッションは何だったのか。多分誰かによって禁止区域になっていた場所にアポロ13号が着陸を試みていたのではなかったのか。またそれ以来私たち人間はなぜ月面に着陸していないのだろうか。エイリアンの拒否にあったのか。疑問は多いが、これらの写真を見たところいろいろ考えられるが、ただ一つはっきりしていることは、そこにいたのはアポロ13号の宇宙船の3人だけではなかったということである。繰り返します。ただ一つはっきりしていることは、そこにいたのはアポロ13号の宇宙船の3人だけではなかったということである。The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How would that be? But run into them. You mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth, and on two occasions they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so.
I am Lauren Ross Diedrichsen, Colonel, USA, retired. I got a Bachelor of Science degree, and then the Air Force sent me to Stanford Business School to study management, and then probably assigned me to Washington, D.C., and I served in the Chief of Staff's office shortly for orientation, and then they put me into the U.S. Atomic Energy Commission, where I became responsible for maintaining the inventory of the accountability of the nuclear weapons stockpile, and involved in the security and the, you might say, auditing the manufacturing facilities and the storage facilities for all the nuclear weapons in the U.S. America 空軍大佐ロス・デトリクソンの証言。私は AEC、 つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。そうした時代の間、私の職務の一つが核兵器の安全性をチェックするための全ての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますので、それを見てください。事実、そうした問題は目撃者が故意にそうした情報を流したりすると、あまりにも大きな政治問題あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので、大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては、航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。よく知られた事件としては1952年の7月の事件があります。その事件の時は私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後、フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下、NORAD、つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例、私は UFO と核兵器に関する事件について知っています。2例のうち先の1例というのは1961年だったと思いますが、太平洋で核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが、驚くべきものでした。なぜならその時数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電離層にまで影響を与えたところから、外惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実、ET たちの宇宙船は磁場汚染が理由で航行が不可能になったからです。二つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時私たちは核兵器を月まで運び、そこで
科学的な測定のための爆発をさせるつもりでした。が、これは大惑星人にとっては受け入れがたいことでした。ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。繰り返します。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. In fact, that was the time when Area 51 became notorious. Recently, Russian UFO researcher Felix Jigel suggested that the explosion aboard Apollo 13 was caused by a UFO. In his story, he states that the UFOs used pulse magnetic
beam directed at the small plutonium bomb Apollo 13 was carrying to set off the small explosion. 最近、ロシアの UFO 研究家であるフェリックス・ジゲルは、アポロ13号の爆発は UFO によって引き起こされたと主張しています。彼によれば、UFO はアポロ13号が運んでいた小型のプルトニウム爆弾を電磁パルスビームを使って爆発したというのです。つまり、一般に説明されているようなプルトニウム電池ではなくプルトニウム爆弾だったというのです。考えてみれば、まだその当時プルトニウム電池などあるはずもなく、何らかの実験のために用意されたプルトニウム爆弾だったと考える方が自然ですね。アポロ13号が発射されたのは1970年、パイオニア10号、つまり1972年に初めてプルトニウム電池が搭載されました。ともかくもアポロ13号には最初から最後までエイリアンが絡んでいた可能性が大変高くなりました。広志林、浜松市、ジャパン。1970年4月11日にアポロ13号が月に向かって発射されますが、そのアポロ13号は月へ向かう途中でですね、原因不明の不可解な爆発事故を起こして、故障します。プルトニウム電池を積んでいたと言われています。で、今右下にご覧いただくのがですね、それから7年後に発売されましたコンピューターです。で、私はこれをですね、買いました。が、そのコンピューターといってもですね、二次曲線をですね、ポツ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 と描いていく程度の能力しかありません。でした。その7年前にアポロ13号が打ち上げられたということです。で、アポロ13号の乗組員たちはですね、皆さんご存知のように、奇跡的な、操作を行ってですね、無事地球に帰還するというわけですけども、その時の様子が、詳細に記録されていますけども、その時アポロ13号の帰還船はですね、微振動を繰り返し、くる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 と不安定な、回転をしていたわけです。その時に乗組員たちがですね、小さな三角窓を通して地球を見て、位置を知って、そしてストップウォッチを使って逆噴射をしながら、無事地球に帰還したというのです。こんなことがあり得るでしょうかということなんですよね。もしそんなことができるならば、つまり三角窓を見て、そしてストップウォッチで、噴射をしながら、なんて言いますか、地球帰還ができるようであれば、コンピューターなんかいりませんしね。なんて言いますか、高度なテクノロジーなど必要ないわけです。ストップウォッチがあればいいわけですからね。あとは窓の外を見ながら、そして地球を見て、そして位置を知って、そして帰還すれば良いわけですからね。宇宙旅行も簡単なものだなというふうに今にして思うとそう思います。ともかくも、いろいろと言われてますけども、そんなことが可能だったかということですね。先ほど言いましたように、まだ当時はですね、パソコンといってもそんな程度と言いますか、そんなものもなかったのではないかと思いますね。それから7年後にやっとコモドール社から先ほどお見せしたような、パソコンが発売になったというわけです。そして同じパソコンを使ってですね、高校生であったビル・ゲイツが、勉強して、後に見る、大会社を完成させたということになります。そういう時代だったんですね。で、地球にめがけて、めがけてと言いますか、帰還することがいかに困難な作業であったかということはですね、その、大気になりますね。地球の大気に向けて、帰還させなければならないわけです。直角に、地球に、帰還しますとですね、大気の摩擦熱でですね、帰還船は爆発してしまいますし、その大気を外しますと、なんて言いますか、
その宇宙船は永遠の彼方へと飛んでいってしまうということになるわけです。しかもその大気というのがですね、計算してみますとですね、卵の殻がありますね。殻の中に薄い膜がありますね。その膜程度にしかないと言いますか、それを薄い膜にめがけて、うまく、誘導しないと無事帰還できないわけですよね。そんなことが本当にできたのかということが、今にして思うと、謎ということになります。これが地球ですけども、この大気というのは今この矢印で示しているところです。この大気の間に、うまく、機関船を誘導しなければならないわけです。手前と言いますか、地球に向けますと、そこで燃え尽きてしまうわけですよね。その操作がですね、果たして三角窓を見ながら、そして、なんて言いますか、ストップウォッチで操作できるものかということですね。これがアポロ13号の、機関船を、と言いますか、それをですね、離れた時に写真で撮った、機関船です。このように故障していたというわけですね。で、大気の厚さといってもですね、直径10メートルのですよ、10メートルの球体で考えても大気の厚さというのは 0.5 ミリ、1ミリあるかないかという幅なんですね。その1ミリかあるないか、あるかないかという幅にめがけて、機関船を、誘導しなければならないわけです。そんなことが本当にできたのかということになるわけですよね。アポロ13号にはそんな謎も隠されているということになります。Hey YouTube, it's Rick from Look Now TV. Check out this awesome UFO video. I was on an American Airlines flight from San Jose, California to Houston, Texas on October 30, 2015 when I noticed a blinding bright light in the desert near Luning and Gabbs, Nevada. I watched the object as the plane advanced. I saw a large silver disc that appeared to be in the middle of the desert. The disc was shooting orb-like lights into the air. The disc itself had multiple lights that were blinding to the eyes.I pulled out my phone and I took pictures until my phone died. I had a full battery, but was only able to get 6 pictures before my phone was depleted. The captain never said a word and the plane advanced until the object was behind the mountain range. No other passengers seemed to notice the disc or comment on it. Initially, I thought it was a satellite, but now leave it up to your interpretation. What do you guys think this is?こうした動画で最も重要なポイントは、その信憑性、信頼性ということになります。皆さんをエリア51へ案内します。で、先ほどの写真がですね、どこで撮られたかを検証してみました。右上がエリア51です。左下がネバダのテストサイトです。今ご覧いただいているのがエリア51です。そしてその左下に位置するのがネバダテストサイトということになります。光はどうやらこの辺りで見えたということになります。これはロシア語のウェブサイトですけれども、その中でこのライターは次のように紹介しています。一人の飛行機の乗客がネバダ上空で奇妙な光を目撃したと。光の位置を検証してみます。右上がエリア51、そして中央がその光る物体ということになります。で、右の方がですね、 Google Earth 上の実際の写真です。右の赤丸をつけたところがエリア51、そしてそのやや左上に、このような位置が見えます。
そして水色の部分をですね、その位置に当てはめてみますと、この辺りだということがわかります。場所位置は特定できませんでした。そしてその上空にこのような光る物体が見えたということですね。それを飛行機に乗っていた一人の乗客が撮影に成功したということです。で、この物体は何かということですけども、レンズのと言いますかカメラのブレでないことは確かです。というのもブレであんならばですね、一方向に皆同じようにブレるはずですけども、ブレる方向が違います。また位置もですね、左の写真と右の写真を比べてみてください。移動しているのが分かります。そして眩しいばかりの光を放っていたというのですね。まさしくエリア51の上空に現れた UFO ということになります。で、私林浩司はこの光を見て1952年の7月19日から27日にかけてワシントン上空に現れた謎の UFO を思い出しました。これがその時撮られた写真です。フェイクの動画も発表されていますから、皆さんどうかご注意ください。これは写真の方です。その時撮られた写真が上ですね。ワシントン DC の上空で撮られた写真です。下がエリア51で目撃され、そして写真に収められた写真ということになります。比較してみるとですね、大変よく似ているのがわかります。2個ずつですね、光ですから球体状の物体がですね、並んで飛んでいるのがわかります。で、上の方もですね、カメラのブレではないかと一度検証したことがありますが、微妙にその並んでる方向が違うということですね。カメラのブレであるならば狂いなく同じ方向にブレるということです。上がワシントン上空に現れた UFO です。下がエリア51で撮られた UFO ということになります。皆さん自身の目で比較してください。そして2個ずつ並んでいる、あるいは2機ずつ並んでいるということですね。こうした共通点あるいは共通性を皆さんはどのようにお考えになりますか。私林浩司はこの両者は同じ UFO であると判断しました。確率論的にもありえない共通性あるいは共通点ということになるからです。で、結論ということになりますが、私林浩司は次の2つを結論として考えたいと思います。エリア51、つまり51というのは11種ギャマトリア、ユダヤの暗号によれば火星を意味するなどということから、エリア51はもともとは火星人の地球上での基地であったと考えています。そのエリア51に現れた UFO とワシントン上空に現れた UFO がですね、酷似しているという点から、ワシントン市上空に現れた UFO は火星人の仕業によるものであると私は判断しています。もう一つ重要なポイントはですね、このワシントン上空に現れたのは1952年です。その3年後から、つまり1955年からエリア51の建設が始まっています。これらの年代を並べてみるとですね、ワシントンパニック事件がきっかけとしてエリア51の建設が始まった、あるいはその時に何らかの形で火星人と地球人の間に密約があったということになります。あのグレーエイリアンが写真に収められたのもちょうどその頃ということになります。つまり1952年のワシントン UFO パニック事件が引き金となって何らかの密約がなされ、1955年から、火星人の地球基地であったエイリア51がですね、アメリカ軍に渡され建設が始まったということではないでしょうか。で、結論ということに
なります。たった一枚の写真が巨大な謎を解くその鍵となることがあります。鈴木Yさんが私のセミナーにおいでになる途中で撮ったその写真がアポロ11号とアポロ13号の謎を解く鍵となりましたが、それだけではありませんでした。その写真がエリア51の上空に現れたあのツイン型 UFO の謎、さらにはワシントンパニック事件の時に目撃されたあのツイン型 UFO とつながっていきました。つまりこうしてその一枚の写真がですね、すべての謎をつないでくれました。まさにたった一枚の写真ということになります。これがこの動画の結論ということになります。Thank you.